まさに冬本番の対策が求められるわけなんですが、広島市内のホームセンターには特設の売り場が設けられています。そしてこの週末で売り切れになった商品もあるということなんです。広島市内のホームセンターカインズでは、この週末、雪かき用のプラスチック製のスコップと雪を溶かすための塩化カルシウムを買い求める人が殺到し売り切れになりました。そのためスコップ売り場には急遽雪かき用にも応用できる農作業用のものが。非常に寒くなるという予報ではあったので、かなり今回は需要としても高いんじゃないかなとは思ってはいたんですけれども、やはりその通りで、かなり需要も高かったなと思います。車のフロントガラスの雪や霜を取り除く開氷スプレーも人気で、取材した今日午前は在庫が残り1つになっていました。店では先月下旬の積雪を受け、事前に備えを進めようとする人が増えたと分析しています。グッズを買わなくても気軽にできる備えを紹介してもらいました。水道管の破裂を防ぐように例えばタオルを巻くだとか、そういったもので、ご自宅にあるもので対策していただけたらなとは思います。水道管はマイナス4度以下になると凍結または破裂する恐れがあります。蛇口にタオルを巻き、その上から段ボールをかぶせることで日常生活への影響を未然に防ぐこともできます。仮に凍ってしまった場合も、熱湯ではなくぬるま湯をタオルの上に注ぐと効果的です。厳しい寒さが予想される中でも、どうしても外出しないといけないという人もいるかもしれません。そういった中で今からできる対策はあるんでしょうか。ロードサービスのプロに聞きます。 JAF 広島支部は、今回の最強寒波で雪の降り方以上に凍結による影響が出ないか心配しています。やはり通勤時間ですよね。車が多い時間というのは、やはりそこでトラブルがあると次の車も動けないとか、多分立て続けにトラブルが入ってくると思いますので、どうしても朝のその夕方の通勤時間というのは注意が必要かなと思います。まず車を運転する前に気をつけたいのが、ちょっと大きめのバスタオルとかでもかぶすときはだいぶ違うとは思いますけどね。雪があると雪自体がもう凍ってきたりしますので、それを取るのも時間かかってきたりとかしますので。これは氷点下の駐車場で JAF が行ったフロントガラスの実験です。全体をタオルかカバーで覆った車は、厳しい冷え込みでも凍結を防ぐことができました。ちょっとした工夫で朝の通勤時間の煩わしさを軽減できそうです。そして広島っていうのはどうしても峠が多いと思いますので、登っていくのは比較的もしかしたらいけるかもわからない、でも止まるときとか下るときっていうのは非常に危険なところがありますので、そういったところは注意が必要かなと思います。橋の上や日陰は特に濡れた路面が凍るアイスバーンが起こる可能性が増すなど、雪が降っていなくても油断は大敵です。夏用タイヤでは必ず出ないでほしいかなと思います。滑りやすい路面というのがいろいろあると思いますので、そういったところがあると認識をしながら速度をしっかりと落としていくということと、あとは前方との車の車間距離ですかね、そういったものもしっかり取っていただくことが必要かなと思います。